はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。さっきまで晴れてたんですけど、急に曇ってきてしまいました。那覇市でございます。はい、えーとですね、これ昨日か一昨日もあげたんですけど、どうやら、あー、全アメリカで、はい、全米で広がっているようです。 はい。全米で広がっています。えー、皆さん、あのー、いろいろと分かってきたんで、分かってきたことをいろいろとお伝えしようと思っております。何がかというと、ワンちゃんですね。ワンちゃんの5本5本でございます。ワンちゃんの5本5本。ワンちゃんのお風ですね。犬です。犬。はい。えー、こちらなんですけど、えー、不思議なことに、今までのおいろんなね、 えー、ウイちゃんとかサイのキンキンとかね、そういったものの検査を全部やったんですけど、すべて陰性だそうです。はい。えー、すべて、えー、陰性でございます。こちら、ワンちゃんですね。ワンちゃんの流行りのおかぜです。はい。すべて全部陰性だそうです。えー、そして多分ね、多分なんですけど、 これ、新たな何かなんではないかという議論がされております。今のところね。でもってですね、えー、一番良かったこと。はい、えー、まあ、慌てないでくださいと、えー。人間には、はい、人間にはね、映、えー、りませんということです。はい。えー、写真がね、映らないということでございますね。 はい。人間には映りませんので、皆さんね、飼い主の皆さんね、えー、まあ、パニックにならずあ大丈夫ですよ、ということでございます。まあ、とりあえず良かったですよね。えー、人間には映らないそうです。この、ワンちゃんのね、ワンちゃんの新しい何か。 でもってですね、えー、ま、いろいろ調べたんですけど、どのウイちゃんでもないし、どの細菌でもないそうです。で、一番近いのが、構造的に近いのが、はい、えー、舞、ま、妓ちゃんでした。 一番なんかあのー、D の NA をね、いろいろと調べたんだそうです。そしたら一番ね、構造的に、まあ、近いね、配列だったのが D の NA のね、配列だったのが舞子ちゃんだそうです。はい。舞子ちゃん、ウィーちゃんじゃないんでね。 はい。マイコちゃん、ウいちゃんじゃないんですよ。なんで、あのー、いわゆるね、トリミングとかあ、ドックランですね。あとペットホテル。そういうところをこう利用するときには飼い主さんはあ、まあね、ちょっとあの、意識しないといけませんよっていうことが、えー、書かれておりました。ワンちゃんね。ワンちゃんも大事なペット、ね、家族の一員ですからね。はい。なので、 えー、まあね、えー、ワンちゃん、あの、本当あの、散歩しないといけないワンちゃんがほとんどなんで、えー、これ本当に気をつけた方がいいと思います、日本でも。はい。えー、どうやら一番近いものが、あ舞妓ちゃんということで。<laughs> 舞妓ちゃん、なんかいろんなところでね、舞妓ちゃん、舞妓ちゃんですよね。日本でもなんかね、出始めてるみたいです。はい。えー、舞妓ちゃんだそうです。 で、えー、人にはあつりませんよということです。でもね、面白いことになぜかね、えー、最後にあの予防ですね、重症予防にはね、えー、例のお,おちくわを食べさせるのが一番だって言ってるんですけど、でもこれ、はあの、前代未聞というかあの、新しい何かなのに、おちくわないでしょ、おちくわは。はい。 えー、ちょっと、あの、無理やり結論付けてるかなっていう気がしますね。はい。え、だって新しい何かだって言ってるのに、おちくわ食べさせましょうって何ですかって感じですよね。はい。え、ないでしょう、まだ。おちくわできてないでしょう。はい。まあ、そういうことですね。もう、犬、犬ちゃんもね、ワンちゃんさえもこう使ってね、 何かやってるな、あいつらって私、ほんとずっと思ってます。このニュースが出てきた時から。ワンちゃん使って何かやってるんですよね。コネクリ連中がね、いじくり、いじくりしてね、えー、マッキンコマッキンゴーってやってるんでしょうね。はい、えー。まあでも、ワンちゃん用の何かなので、人には映りませんよということでございます。 ええー、まあね、大変なことになってきましたね。犬もいい迷惑です。はい。ええー、まあそういうことですね。まあ、にゃんちゃんはね、えー、基本的に家の中にいるんで、まあ話しがいでもしない限りは大丈夫なんでしょうけど。でもね、まあ本当気をつけてください。はい。舞、え、妓、ーま、ちゃんに似ていたということでございます。あまりよろしくありませんね。 それでは皆さん、こちらの記事もね、どっかに貼っておきますので、えー、皆さん見に行ってください。まあとんでもないことがね、次から次へと起きてきますね。はい。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。ねえ、パナタ。お返事はパナタ。お返事しないね。ね